皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺はエースコックセブン&アイ限定、お出汁を効かせた納豆風味そばです。風味豊かなカツオや昆布の出汁を効かせた和風スープ、後入れの液体スープを加えることで納豆風味が広がる、最後まで飽きのこない味わいです。お出汁を効かせたシリーズはセブン&アイグループとエースコック株式会社の共同開発商品です。これまでにも2019年4月15日に発売された第1弾お出汁を効かせた揚げ茄子のおろし風そば、同年8月19日発売の第2弾お出汁を効かせたあさり出汁そば、12月2日に発売の第3弾お出汁を効かせたなめこおろし風そばの3商品は、和風だしに日本食ならではの食材を合わせた奥ゆかしい味わいの縦型ビッグサイズのカップそばとして、違いのわかる年配層を中心に若いお客様方まで幅広くご好評いただきました。第4弾となる今回の商品は、風味豊かなカツオや昆布などの出汁を効かせた和風スープと、納豆風味が広がる後入れの液体スープ、さらに納豆風味フレークを振りかけることにより納豆の美味しさを存分に味わえるという、納豆好きにはたまらない一杯です。商品特徴、麺、コシが強く歯切れの良いそば麺、つゆ、風味豊かなカツオや昆布などの出汁を効かせた和風味のつゆ、後入れスープ、納豆風味が広がる旨味の詰まった液体スープ、具材、かまぼこ、彩りの良いネギ、ふりかけ、食感の良い納豆風味フレーク、食べてみた感想。液体スープを入れるとふわっと漂う納豆の香り、ふりかけもひきわり納豆のような風貌ですね。つゆは濃く見えますが飲んでみると薄味、かつおと昆布の合わせ出汁が効いて美味しいです。麺はしっかりとコシの強いそば麺、和風味によく合いますね。粘り気のある美味しさに、本当に納豆入ってないの?と疑ってしまうほどです。ここまで納豆風味を再現できる技術は素晴らしいですね。
納豆好きにはもちろん、苦手な方にとっても後味はすっきりで、匂いもそれほど気にならないと思います。これぞお出汁の効いた和の極み。ヘルシーで体にも良さそうですね。風味豊かなカツオや昆布などの出汁を効かせた和風スープ、後入れの液体スープを加えることで納豆風味が広がる、最後まで飽きのこない味わい。本日はエースコックセブン&アイ限定、お出汁を効かせた納豆風味そばを紹介しました。田中えみりでした。